ヴィンセント・キプルトは、ケニアの陸上競技選手、専門は長距離走、マラソン。2008年に初マラソンを走り、翌2009年のパリマラソンで優勝を飾った。マラソンの自己記録は2010年4月にロッテルダムマラソンで記録した2時間05分13秒。2011年9月の第13回世界選手権男子マラソンで銀メダルを獲得した。 キプルトは、ケニア南部の経由県出身。キプルトは地元に住んでいたマラソン選手、ウィリアム・キプラガトに影響を受け、学校では1万メートル代表選手に選ばれた。キプルトは、コルム・オ・コンネルがコーチを務めるチームで練習を始めたが、学業優先の期間は、フルタイムで練習を行う選手ではなかった。キプルトのリフトバ練習選手権における活躍に、感銘を受けたキプラガトが、 コーチになることを申し出た。キプルトは2007年にオランダへ渡ってプロとして大会に出場し始めロードレースのシリーズを制覇した。キプルトは2008年のランスマラソンで初マラソンを経験し2時間08分16秒の記録で3位に入った。2009年のパリマラソンでは2時間05分47秒を記録し優勝、従来の記録を46秒上回る。 大会新記録を樹立した。同年10月に出場したシカゴマラソンでは2時間06分08秒の記録で大会記録を更新したサムエル・アンジル、アブデラヒム・グムリに次ぐ3位に入った。キプルトは2010年に出場したザイード国際ハーフマラソンで1時間01分43秒の自己ベストを記録。同年4月のロッテルダムマラソンで 男子マラソン歴代10位となる2時間05分13秒を記録してパトリック・マカウ、ジョフリームタイに次ぐ3位に入った。2011年4月に出場したロッテルダムマラソンは 25km 付近まで世界記録を更新するペースでレースが進み、キプルトは 41km 付近でスパートしたウィルソン・チェベトに競り負けたものの、 二時間0 5分33秒を記録して2位に入った。同年9月、キプルトは世界選手権男子マラソンにアベルキルイラと共にケニア代表として出場、エチオピアのフェイサレリサとの2位争いを制して銀メダルを獲得した。2013年3月に出場したビワコ毎日マラソンはタリクジュファーとの優勝争いとなったが、 最後の競技場内でスパートして勝利した。ありがとうございます。